クリスマス公演も無事に終わったことだし、風呂にでも入ってゆっくりするかな。しかし本当に素晴らしい舞台だった。目を閉じればあの感動が蘇ってくるようだ。忘れられない一日だな。みんなありがとう。ん？今日の公演最高だった。あんなに気持ちいい舞台初めて。私もだぜ。練習の成果を出し切れてすげえ充実感がある。今回の公演は一日限り、これで終わり。なんだかちょっと寂しいですね。まずい、さくらたちだ。このままではいろいろな意味で忘れられない日になってしまう。どうすれば。そうだ、劇蔵君に返信してやり過ごそう。離れた場所の壁に向かって変身。これなら見つかるはずはない。完璧だ。さくらさん、本当に綺麗な肌ですよね。グラリスだって綺麗じゃない。透き通るような肌ってこのことでしょ。え、肌？そうか、風呂だもんな。着替えてるのか。ねい！あ、もうすぐったいです。お返しですよ。クラリス、ダメ、それはやりすぎ。 いけないことだと分かっているのに、いろいろ想像してしまう。平常人だ、聖十郎。ほらほら、遊んでねえで早く帰ろうぜ。風邪ひいちまうぞ。はい。すぐ済んだな。少し見てみたかった気もするが、これでよかったんだ。よし、今のうちにここから出よう。しかも後ろ向きで。どうでもいいじゃねえか。とっとと服脱いで風呂に入っちまおうぜ。壁に向かって変身してしまった。ちょっと近かったが、なんとかごまかせたか。私、劇蔵くんって結構好きなんですよね。丸々としてて可愛いです。えい！なんだろう、何か振動が。お、楽しそう。一人でずるいよ、クラリス。ねえ。なんだ、ちょっと重くなってきた。おいおい、二人とも、いくら好きだからって裸で抱きつくのははしたねえぞ。あ、裸で俺が抱きつかれて。え、裸。ほらほら、風邪ひいちま。早く帰ろうぜ。はーい。見つからなくてよかった。けど、動機が収まらない。裸か。いいか、動揺している場合じゃない。今のうちにここから出よう。
風呂だ。俺は風呂に入りに来ただけなんだ。な、何言ってやがったてめえはよ。いいから早く服を着ろ。神山さん、お願いですから早く。目のやり場に困りますから。こっちも悪かったけど、気づいたなら一声かけてくれよ。そうですよ。そうしたらその見てしまうこともなかったんですから。そのすまない、ただあの時は混乱してしまって。もういいですから。今度からは注意してくださいね。私たちもその気をつけますので。とにかく今回は反省してチャラにしようぜ。そんでそのお互い忘れようぜな。あれ、劇蔵くんがあるよ。こんなところに誰が置いたんでしょうか。昨日まではなかったはずなのに。うまくごまかせたみたいだな。危ないところだった。どうでもいいじゃねえか。とっとと服脱いで風呂に入っちまおうぜ。服脱ぐ？ちょっと待ってくれ。さくらさん、本当に綺麗な肌ですよね。グラリスだって綺麗じゃない。透き通るような肌ってこのことでしょ。みんなすまん、目をそらそうにも劇蔵君は首が回らないんだ。話ばっかりしてねえで、さっさと脱いで入るぞ。風邪ひいちまう。はいはい、すぐに脱ぎます。ほんとアツボってお母さんみたいだよね。全部脱ぐ。いかん、これ以上は理性が。何か方法は。じゃあ一緒に脱ぎましょうか。せーの、えい。うわー、目を閉じればよかったんだ。こんな簡単なことに気づかないなんて。風呂が一番だな。みんな風呂に入ったか。よし、今のうちにここから出よう。